ブラックペッパーをかけるだけで、もうビールに最高に合うピザが出来上がるんで、こんな感じ。これもうお店のマルゲリータみたいな感じになってるんで、これが自宅で、こんにちは、店長です。今回はフライパンでできる絶品マルゲリータの作り方についてお伝えしたいと思います。まあピザってこうナポリピザ、こう耳がふわっとしてるピザがまあ今結構主流であって、でそういうのって石窯がないと作れないとか、結構立派なオーブンがないと作れないっていう風にまあ思うと思うんですけど、まあ確かにそれには劣るかもしれないけれども、フライパンでしっかり耳のふわっとしたピザが作れるので、今回はその作り方についてお伝えしていきたいと思います。それでは実際に作っていきます。で、使う材料としては強力粉、まあスーパーによく一般的に売ってるカメリアっていう強力粉を今回は使っていきたいと思います。まああんまりこう量が少ないとピザって作りにくいので、今回まあ3枚分ぐらい、20センチぐらいのピザが3枚分ぐらいのレシピで今回お伝えしていきたいと思います。それより少なくなるとなかなかちょっと発酵がうまくいかないので、これぐらいの量が一番いいと思います。で、実際こういったボウルに測っていくんですけど、強力粉が 330g、 強力粉が 330g で、ドライイースト、なんか黄色い箱に入ってると思うんですけど、こういったドライイーストが1g。 ドライイーストはスーパーとかでも売ってるんですか？ドライイースト全然売ってる。それこそこれぐらいの、タバコよりちょっとちっちゃいぐらいの、一緒ぐらいかなのサイズで売ってるんで、それを、1g 入れます。が 1g で、お塩、これが 7g。 これが1回分の量ということを覚えておいてください。 7g 入れます。で、この材料を入れた後に水と合わせていくんですけど、まあもちもちで、ふわっとしたピザを作る時の一番最初のコツとして、こうやって混ぜたものをこういう泡立て器があると思うんですけど、これでこうやってしっかり混ぜてください。そうするとこの小麦と、まあどうしても小麦ってこうギュッとこう袋に入って押し付けられてるんで、それをこう綺麗に整理するというか、整列させるっていうか、ドライイーストもお塩もこうやってすることで綺麗に整列してくるんで、そうなると結局ピザってこの強力粉の粉と水を合わせてこねていって、グルテンっていうちょっとこう粘りのある、そういう状態を形成したいんですけど、粉の状態がこっちはギュッとダマダマ、こっちはサラッとしてると、水とやっぱ合わさった時に全然均等にならなくて、こうピザを焼き上がって食べた時になんかガリッとしてるところが急にあったりとかっていう状態になってしまうんで、必ず泡立て器でいいんで、こうやって粉を混ぜるようにしてください。サラサラですね。サラサラになる。そうすると本当にこう一番最初に粉を入れた時の粉の状態と、こう今こう触ってサラッとしてる状態と、もう全然もう格段に差が分かると思うんで、ここはもう絶対に外さないように、この作業は絶対するようにしてで、こうやってこの作業が出来上がった後に今度はお水を入れていきます。で、ピザって大体こう発酵機で寝かせたりとか1日置いてやってくださいって言われるんですけど、自宅で作る時に、じゃあ明日ピザ作るから今日のうちに仕込んどこうとかって、なかなかそんなみんな暇じゃないので、まあ、食べたいなと思ったらその日に食べたい。なので水を使うと当然その発酵にどうしても時間がかかっちゃうんで、ぬるま湯を使います。で、まあ、お風呂の温度って40度ぐらい、39度とか40度とかあると思うんですけど、まあ、そこだとちょっと暑すぎるので、まあ、ちょっとこう、まあ、ぬるいなこのお風呂ぐらいのお湯でいいと思うんで、そのぬるま湯を使って、今の分量でいうと 200g のぬるま湯を入れます。で、それに、まあ、ちょっと滑らかな生地にしたいので、
10g だけオリーブオイルを入れます。 10g、まあ、入れるとまあこんな状態、うん、こんな状態でこれを混ぜていくんですけど、まあ、いきなり手で混ぜちゃうと手がどうしても汚れちゃうので、あのゴムベラ、こういったゴムベラで外側からこう、外側からこう内側に、外側から内側にこうやって混ぜていきます。水と合わせるように。そうするとまあちょっとずつ固まってくるっていうか、ちょっとずつ一体感が出てくるんで、まあ、そのすくったものを中央にこうちょっと押し付けたかな、押し付けた、これを少し繰り返してもらいます。でこれをずっと繰り返していくと、まあ、ほぼほぼその一つの塊みたいになるので、これをずっと繰り返していく。これぐらいかな、30回から50回ぐらいかな、まあ、こういう状態にまでなるように持っていく。こんな感じ、まあ、だいたい1個になった、1個になった。でこの状態であとはまああのちょっとこねていきたいので、ボウルの中でこう手でこうこねていく。で実際ぬるま湯使ってるんで結構あったかみを生地に感じるんで、それぐらいで全然問題ないので、こうやってまあまとまったやつをこうこねていく。こんな状態ですね、こういう状態です、こんな状態、こんな状態で、これをあのこうやってこねていくとどん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 表面が滑らかになってくるので、まあ、ある程度あの5分ぐらいこう表面が滑らかになったかなぐらいまでやってもらえると、よりその、まあ、ふわっとしたピザが出来上がるんで、ちょっとここまああの根気よく5分ほどやってもらえればあのより美味しいピザができると思いますので、でこうやってやってるとちょっとどうしても手にこうついてきたりするんで、この場合はまたあのこういう強力粉をもう一回振りかけるようにして、で自分の手からこう外すようにしていってもらって、でするともうまた外れてくるので。そうなんですか。そう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 、まあ、くっついててもうどうしようもないなとか、あの分量ちょっと間違えると水分量が多いともっとベタ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 するんで、その時はもうあの躊躇なくあの粉を追加してもらって、あの混ぜてもらえれば綺麗なものができます。で今こういう状態、こんな状態になります。でこの状態で、まあ、ちょっとこう丸くちょっとこうまとめて、こうやってまあソフトボールぐらいですかねの大きさになって、でこの状態で、ここにラップをかけて、ラップをかけてこのまま常温で、もう室内でいいです、室内で、まあ、2時間ぐらい置いてもらえるのが一番いいんですけど、2時間ぐらい置いてもらうとぷぐーっと膨れ上がってくるんで、その状態で焼き上げれるようになります。実際ちょっと2時間前に作ったものがこの生地です。まあ、こういうタッパーに、今回はこの量を3つに分割して入れてます。こうやってで、まあ、そのうちのこの1個をちょっと今日使っていきたいんですけど、でここから取る時もちゃんとしっかりと手に粉をつけて取っていきます。でできるだけやっぱ空気が入っていることでふわっと焼き上がるんで、なんかあの中の空気をちょっとあんまり抜かないように気をつけて出してもらう。そしてまたこの上から粉をちょっと打ってもらって、やっぱ手につくの でここでこの生地の中心、この中心をどんどん押さえていく、中心を押さえていって外に外に伸ばしていく、中心からで時に裏返して粉をしっかりつけて、でまた中心からこうどん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 広げていく。でそうするとまあちょっと伸ばして伸ばして伸ばして、でグルテンがしっかりできてるんで多少引っ張ってもあの破れたりすることはないので、こうやって伸ばして伸ばして、まあ、丸い形を作っていく。
こんな感じですね。こんな感じ。まあ多分、これぐらいの大きさですかね。で、ここにトマトソース。まあ、あのスーパーにあるトマト缶とかってなかなか買う機会ってないと思うので、今回はカゴメのピザソース。まあ、食パンに塗ってピザみたいになりますよっていうことで、朝食で使うことも多いかと思うんですけど、このピザソースを使って、マルゲリータを作っていきたいなと思います。もうちょっと開けます、これ。開いてなかった。で、このピザソースを先ほど広げたピザに少し塗ります。いっぱい塗ってしまうとちょっとあの味が強くなりすぎると思うので薄く塗るようにしてください。もう少しあった方がいいかな。まあ、これはあのお好みで適量で塗ってもらえたらいいかなと思います。このぐらいですかね。はい。でここに、モッツァレラチーズとバジルを盛り付けていきます。モッツァレラチーズってあのスーパーにある袋入りの水が入ってるモッツァレラチーズでいいかと思います。そうするとかなり高級なマルゲリータができるかなと思います。なんか盛り付けのコツとかあるんですか？盛り付けのコツはね、まあ、こういう丸い、まあ、ピザがあって、まあ、余白を均等にするっていう感じ。余白。余白。まあ、この縁からの余白を均等に収める。で、置くものの余白も、まあ、それぞれの余白を、まあ、均等に合わせると、まあ、比較的綺麗な、盛り付けができるんで、まあ、バジルも例えば、こっちにばっかりこう、ね、右側にしかないやん、みたいな感じになるよりは、その、まあ、こうやって均等に、均等に置いていくっていうのが盛り付けの一つちょっとポイントかな。どんなもの、別にピザだけじゃなくてもパスタもそうですけど、こういう風に置くことで、まあ盛り付けが綺麗に仕上がるという感じになります。今ちょっとまな板の上で盛り付けましたけど、皆さんはまな板の上じゃなくって、もう、こういうアルミホイルに、油をちょっと引いてもらって、こう油を引いてもらって、じゃないとちょっとくっついたりするんで、油を引いてもらって、もうその上に直接生地を置いた方がいいかなと。こうやって持ち上げるのって結構慣れてないと難しかったりするんで、まな板の上じゃなくって、そもそもアルミホイルの上にこう置いてもらって、でこれをフライパンに乗せます。これ今回は20センチのフライパン使ってるので、ちょうど収まるような感じですかね。でここで、フライパンを火をつけて、だいたい中火ぐらいですかね。で、蓋をして、ここで約4分焼き上げていきます。まあ、自宅でね、こういうマルゲリータができたら、お店感が出やすいと思うんで、まあ、普通に強力粉に水合わせるぐらい、また簡単なレシピなんで、まあ、お子さんと一緒に作ったりとか、そういったこともでもいいかなと。それいいですね。はい。で、まあ別に一晩寝かせることもないし、ぬるま湯を使うことで、まあ2時間ぐらい発酵させてもらえれば、こういう状態になるんで、まあ夕方、夕飯時だったら、まあ夕方4時、5時ぐらいに、混ぜてもらって、置いておいて、それ以外のものを準備してもらって、最後にこれを準備するっていうふうにすると、まあそんなに時間も、みんなかからないと思うんで、ふっくらもちもちに焼き上がるピザのポイントって、下からの火がどれだけ強いかっていうのがポイントで、普通にこういう今うち店ではこういう石窯を使ってますけど、これも当然庫内の温度が500度ぐらいに上がるんですけど、実際その路面の下は石が使われていて、この石が結構そのしっかり温度が上がっていくので、その石で下火がどれだけ、下からの火がどれだけ強いかで、ふっくら焼き上がるか焼き上がらないかっていうのが決まってくるんで、そういう意味で言うとこういうフライパンでも全然、まあ、再現はできるんで、まあ、この中が石窯になってるみたいな、なんかそんな
イメージですね。今開けてみるとこんなちょっとふくらこうしてきてると思うんですよ。周りがふくふくとふくふくとなってきてると思うんで、まあ、こういう 下から直接火が当たっていて、かつあの、まあ、フライパンの中の温度も上がってきてるから、こういうふうに綺麗に今のところこう縁が上がってきてるっていう状態が確保できるんで、この状態でもう少しあの火を入れていきたいと思います。これって違うピザも作れたりしますか？違うピザでも全然作れると思う。例えば簡単なピザで他に何があります？簡単なピザで言うと、例えばベーコンと、まあ、ベーコンを乗せて、あの真ん中に卵を割って、なんかビスマルクっていうタイプのピザだったり、あのトマトソース、こういうカゴメの今日使ったこのトマトソースっていうのも全然使わずに、こうまあよく他の動画で明太クリームで生クリーム使ったりとかしてるんで、生クリームとあのシュレッドチーズっていう、要はピザ用のチーズ、それだけを入れて、ピザ用のチーズを入れて生クリームを少しかけて、もう本当に白いホワイトソースのピザとかだと結構良かったりするんで、それにあのブラックペッパーをかけるだけで、もうあのビールに最高に合うあのピザが出来上がるんで、それはおすすめですね。で、今実際にこんな状態になってます。だいたい4分ぐらい経ちました。で、この状態で、まあ、一旦火を止めた方が扱いやすいと思いますので、ここで火を止めてもらって、一旦出します。で、まあ、こんな感じで、下もちょっといい感じに焦げてると思います。本当だ、すごい。こんな感じに。まあ、ゴムベラとかをこう使って、まあ、熱いのでちょっとこの辺触るときは気をつけてもらいたいんですけど、まあ、これでこう、剥がしてもらって、まあ、最後ちょっとしただけ、まあ、これぐらい焼けてると、まあ、問題ないんですけど、まあ、あのもし下があんまり焼けてないなっていう風に感じる人は、一旦こうアルミホイルだけ抜いてもらって、ちょっと下だけあの改めて焼いてもらってもいいかなとは思います。この状態で、まあ、でも今回しっかり焼けてるので、あの十分かなと思います。で、この状態で、あと、あの、ご自宅にバーナーがあれば一番いいんですけど、こういうやつがあればいいんですけど、あの、こういうバーナーで、この縁を焼いていくと。そうすると、ちょっと焦げ目がついてきて、こんな感じ？うわぁ、お店の。いい。ね、お店のピザになる。そう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 。こういう感じになる。で、するともう本当に、これもお店のマルゲリータみたいな感じになってるんで。これが自宅で。これが自宅でできる。で、あの、バーナーがご自宅にない人は、お魚を焼く用のグリルとかが、まあ、このサイズであればいいんですけど、まあ、それかオーブントースターで、まあ、一番高い温度にしてもらって5分ぐらい、5分か6分焼いてもらえれば、しっかり焦げ目がつくと思うので、まあ、それで、あの、最後焦げ目をつけてもらったらいいかなと思います。で、これが。で、この状態で。ですね。どうでしょうか。フライパンで、これフライパンで作ったとは思えない。思えないね。これはすごい。こう、結構しっかりしたマルゲリータになってると思うんで、いいんじゃないかなと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。自宅でフライパンでできる、マルゲリータ。実際に、一晩寝かせて熟成する、させるとか発酵させるとかじゃなくて、約まあ、本当に調理する2時間ぐらい前に、まあ、材料を合わせてもらって、常温で置いとくだけで、このぐらい、まあ、しっかりした、こうふっくらした、耳が、ちゃんと膨れ上がるようなピザができるので、まあ、そのためにも、お水を使うんじゃなくて、ぬるま湯を使って、生地を作ってもらうっていうのがポイントになるかなと思います。なので、ぜひ、簡単にできますので、自宅でチャレンジしてみてください。それでは、今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。これ、ちなみに、この、ピザのカッターって、こう持つのが本当の人だ。こうじゃなくて。え？そうなんですか？こうじゃなくて、こうない。ピザの形って。こうやって切って。知らなかった。
でも多分いい音結構美味しいと思うけどな、これこれいい、いやこれフライパン作ったと思えないねえ、あーいいねいいねこれいいわいいねこれじゃあ乾杯、乾杯、乾杯、実際フライパンで作ったピザどうでしょうか。いただきます。うん、いや本当に、うん、美味しい、うん、パリパリ、美味しい、大成功。